8月20日木曜日のやりとりです。カズマ、どこ住んでるん？あや、大阪の。あの、イタのコーヒーの方にさ、うん、あれ、アーモンドミルク入れてほしい。アーモンドミルク入ります。これ、見て、見てくれる、うん、これ2000円。アレクサ、音楽をかけて。Amazon Music でぶち上がる演歌メドレーを再生しますか？何なん、ぶち上がる演歌メドレーって。誰が作ったプレイリスト？ほんまにぶち上がるのおじいちゃんとおばあちゃんだけやろ。こっちはな、洋楽気分やね、うん、洋楽気分か言うてんねん。ぶち上がる演歌メドレーではないと。うん。ところで伊豆さん、カズマさんは浮気している可能性が 20% あります。低ない、確率。その話し方で始めるんやったら80は持っとかないと。で、やっぱりしてるんですか？いや、してないけども。この前怪しいメール来てたもんな。そういえば何がパソコンに来てないよ。来てたやん。来てない。変なメール来てたやん。来てない。焦って消してたやん。恥ずかしいから言わんとって。なあ、開けたら、じゃあ開けよって言ったら開けたらあかんねんとか言ってたやんか。もうこそこそしてたやろ。どうせほら見してみや、証拠。決定的証拠を確認するため LINE の履歴を読み上げます。イエス、オア、イエスで答えてください。トワイスか。え、読み上げたあかんって、 LINE の履歴とかは。読み上げていいよ。8月20日木曜日のやりとりです。カズマ、どこ住んでるん？あや、大阪のってところ。カズマ、そうなんや、じゃあ近くやな。今度ご飯でもどうですか？ピエン、ハート。あや、もうちょっと仲良くなってから。ピエン、ピエン。ギャルかよ。何の約束してんねん。いや、してないですよ。あの PC から来たあの人か。PC から来たあの人って 何ドラえもん。 PC 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 に来てたやろ。変なの。昭和生まれなんですか。来てましたよね。その人ですかってご飯の約束したんか。してない。見してみ、携帯。8月21日金曜日のやりとりです。佐藤さん、もういいって。もう9月10日の打ち合わせの件、14時からでいかがでしょうか。カズマ、14時からで問題ありません。では当日よろしくお願いいたします。ああ、まあこれ普通の打ち合わせの連絡やけどな。いや、これは怪しすぎる。これもこれは多分タップルで知り合った人やろ。タップルで知り合った人と打ち合わせのやり取りする。いや、これは、うん、多分証拠隠滅や。打ち合わせっていうので時間合わせして、うん、こっそり、うん、伊豆からしたら、うん、会議かなって思うけど、うん、多分実際行ったら、うん、ご飯行ってる。これ確信犯ね。あとチャットメッセージのビッグデータ分析をもとに私やレクサが推測した結果、この打ち合わせ後ムフフな関係性になると予測せざるを得ません。伊豆と一緒の予測してるけど、これどこの誰を分析したデータな。偏ってるやん、明らかに。変態だけのデータになってるやん。プレクシャー分かってるやんけ。仕事すんな。気に入ったわ。伊豆さんはお胸は小さいですが胸を張って生きて大丈夫。悪いのはこの水虫男です。やって胸張って生きていこう。てめえ2カップ上がっとんねん、こっち。